こんにちは、ホタルグサです。今日はリップアートでどんぐりを作ってみました。まあね、拾ってきた方が早いですけどね、田舎ならはい、というわけで、作っていくんですが、2センチと 1.5 センチ、あとは、1センチゲージですね。まず1センチゲージの方に28番の白地ワイヤーを巻きつけていき、間2回ですね、こんな感じでねじって止めます。はい、こんな感じですね。1枚目挟んで留めていきます。はい、これでね、どんぐりの帽子を作っています。帽子は共通なので、同じ1センチのゲージで作っていきます。で、こんな感じに少し潰してからカップ型にしていきます。で、平やっとこでね、少し重なっている部分をちょっとこんな感じで平らにしつつ、寄せつつという感じで形をね、作っていきます。こんな感じですね。はい、これで一応帽子完成です。で、今回2センチと 1.5 センチで作ったんですが、工程は同じなので2センチの方ですね、4回回してゲージの溝に通してねじって留めます。はい、そうしましたら先端尖らせて、さっき切ったちょっと余っているワイヤーですね、こちらで、先端の部分ですね、ここをまとめて、うまくまとめてないですね、まとめてあげてねじって止めてしまいます。はい、こんな感じですね。で、少し、今回見えやすいようにちょっと余分に残してますが、こんな感じで切ってしまって、これ危ないので、できればこう内側にね、折り込んでしまいたいという、はい、感じですね。そうしましたら、なんとかなったかな。これね、実はね、動画が消えてね、2回目の撮り直しなんでね、ちょっと早回しでやっていきますが、形をどんぐり型に少し整えて、上の方はね、先端尖らせ、上の方は少し平らにという感じですかね、して、あとは均等に開いていきます。このどんぐりがね、なかなか色が難しいんですよね、今回やってみて思ったのは。はい、こんな感じでね、最終的にはこうしてこんな感じですね。はい、こっちが2センチで作ったものですね。ここの動画は消えてなかった、よかった。はい、で、こんな感じでリップしていきます。で、こちらがね、 1.5 センチの方で少し小さめのどんぐりです。どんぐりもいろんな形があるのでね、試してみてください。クリアで今回はディップして、色を茶色でね、なんとかつけようと思ったんですが、そもそも茶色っていうのがなかなかね、そんなに使う機会がないので、ディップ液もそんなに買わないし、マニキュアとかで塗ろうかなとか、いろいろ考えつつ、さて、どんぐり本体の方はこんな感じでかぶせ付けなので、別ワイヤーでこんな形の、作っていただいて通すんですが、クリアなのでね、ちょっとよく見ないと、ちゃんとマックがついてるかどうかがね、分かりにくいので気をつけてください。通してあげてマックをつけて、ここでマックは破って通すと。はい、乾かすのはね、メラミンスポンジなどに立てて乾かしてあげてください。よいしょ、あと1個ですね。あ、2個あるか。はい、こんな感じです。はい、で、乾いたらストレンスナーにつけていただいて乾燥ですね。はい、で、まず最初にしたのはクリアーブラウンですね。これね、ちょっと水性ではないので、使い捨てのね、筆で塗っていこうかなと思って、で、この買ったんですが、濃い、見ていただければわかるんですが、明らかに濃いなという感じで、ちょっと思ってたよりも焦げ茶色、ブラウン、ダークブラウンぐらいな感じの色で、これはどんぐりというよりもね、焼け焦げたどんぐりみたいな感じになってしまったので、一応ね、もう塗り始めてしまったんで、
最後まで塗りましたけれども、一応セットということで帽子ももうこの色で1個は塗ってしまいますが、もう帽子めんどくさくなったんでディップしまディップっていうかそのままね駅の中につけましたけれども、で余分なちょっと多い部分ね取りました。これはちょっとないかな。まあ、水性のねブラウンを買ってくればよかったんですが、ちょっとなかったので、その時間が今回もう一つはこんな感じでブラウン系のマニキュアですねを塗ってみました。これは家にあったんでこれはどうかなと、まあ、アクセサリーとしてね、あのピアスのパーツなんかに使うならこれくらいの色合いでも綺麗かなとはちょっと思いますね。なんかまあ、本物のどんぐりすぎないどんぐりという感じで可愛いかもしれません。こんな感じの色になります。はい、帽子もね同じように塗っておきました。でちょっと家にあったのが水性の絵の具、アクリル製の方が良かったかなと思うんですが、とりあえず水性の絵の具の茶色と白を混ぜてみて、おっと白もだいぶ古いですね、出てこないんですが、これを塗ったらどうだろうと、あの透明感をね消しすぎたくないなというのがやはりどうしてもねリップアートやってると思うんですが、こんな感じでね弾いてしまうんですよね。ただ水性の塗料はね、これがね塗料というか絵の具なんですけれども、まあ、そんな時にはねこうして木工用ボンドなんかを混ぜてあげると月は良くなるんですけど、まあ多少っていう感じなんでね、これは、まあ、こんな感じで塗れるは塗れます。まあね、もしリップアートを水性の絵の具で塗りたいってことであれば少しね木工用ボンドを混ぜてあげるといいかなという感じですけれども、多少ねベタつきがちょっとね厚く塗りすぎると残ったりするんで、まああまりおすすめはしないかなと今回やってみて思いました。でね、もう少し白を混ぜて、どんぐりのね帽子の方も塗ってみたんですけれども、はい、こんな感じにね塗っていきますが、ちょっと厚く塗りすぎたせいかねやはりベタつきがという感じで、レジンとかどうですかね、レジンのブラウンとか塗ったらよかったのか、まあいろいろまだ考えてね、あのいまいち正解が見出せなかったどんぐりさんたちですけれども、一応まあそれぞれねせっかく作ったので最後までやっていこうと思います。目打ちで、帽子の方のね真ん中部分に穴を開けて通してあげてねじって留めます。こんな感じですね。まああとこれを何に使うかというところですね。最初ね小さいリースに飾りとしてつけようかなとも思ってたんですが、ちょっと納得いく出来のものがね作れなかったんで、ちょっと今はまあ このどんぐりさんたちは、使い道不明ですが、はい、こんな感じでねねじった後ね切ってしまって、これもね気になるようでしたらあのもう一度なんか色塗ってあげてください。茶色でね、超茶色がねなかなかブラウンが見つからなかったので今回はこんな感じの出来になりましたが、はい、ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。